津波の被害を受けたアチェアチェ州はインドネシアの州、スマトラ島北端に位置する州とはバンダアチェ。アチェ州は2001年まではアチェ特別州、2002年から2009年まではナングロアチェダルサラーム州と呼ばれていた。1471年にチャンパー王国のビジャヤ王朝からシャーパウリンが当地に訪れてイスラムのアチェ王国を起こした。そのため、 アチェ語は、チャム語や、カイ・きガ語と近い。サムドラ・パサイ王国やアチェ王国の時代から、イスラーム教学の拠点としての歴史があり、インドネシアの中でもイスラーム信仰が強い地域である。古来から、外部の支配者に対する、激しい抵抗で知られ、オランダとは、長いアチェ戦争を戦い、現在のインドネシア政府に対しても、 自由アチェ運動が独立を要求して長い内戦状態にあったが2004年12月26日に発生したスマトラ島沖地震による大津波でアチェが壊滅的な被害を受けたことを機に急戦2005年8月15日に政府との間で和平協定が結ばれたその後独立放棄と武装解除に応じインドネシアの州であることに同意 アチェ語で国家を意味する、ナングロとアラビア語で、イスラーム教的な幸福に満ちたという意味の、ダルサラームを削ることとなり、2009年4月の周知事例で、正式名称がアチェ州に改められた。北東部をはじめ石油、天然ガスなど豊かな天然資源に恵まれるが、2004年末のスマトラ島沖地震に伴う大津波で、 シュバンダ・アチェを含む西海岸が甚大な被害を受けた。スマトラ北端に位置するアチェ州は西にインド洋、北にアンダマン海、東にマラッカ海峡に面し、南は北スマトラ州と接する。オランダ領東インド時代に民族独立運動のスローガンとなったサバンからメラウケまでにあるサバンはアチェ州に属するウェトウの中心都市である。 アチェ地方は中央を走るバリー山山ガ魅役によって東西に大きく2分され、その東側に肥沃な低地平野が広がり、米の一大生産地として人口が集中している。西側は強小に密林が連なると同時に海岸線が迫り、居住人口は少ない。気候は一年を通じて雨が降り、 12月から3月の西風と6月から9月の南東風によって雨季と寒季を区別している。アチェ地方にはアチェ人、ガヨ人、アラス人をはじめとするマレー系諸民族が住む。そのうち人口の約90%を占めるアチェ人は一般にスーンナ派の中でもシャーフィー学派に属するムスリムであり、アチェ人の存落集合体の単位であるムキムには 少なくとも一つのモスクがある。アチェ地域には、マレー系民族以外に、アラブ人の子孫も多い。またアチェジャヤ地方には、青い目と金髪の白人の子孫も、住む。その起源は、ポルトガル系でもないだろう。アチェの習族に従って暮らしている。アチェ地方には、大きく分けて四つの言語の他にも各地に方言があり、いずれもオストロネシア語族に属するとはいうものの。 互いに意思を疎通することは難しい。文字は、イスラームのアチェ到来とともにもたらされたジャウィ文字を使用している。しかし、インドネシアの独立後、国語と定められたインドネシア語での教育、行政サービスが定着するとともに、アチェでもジャウィ文字よりもラテン文字を使用する世代の割合が急速に高まった。 インドネシアで唯一イスラム法に基づく州条例を制定する自治権が認められており飲酒、賭博、売春などイスラム法に違反した者はカーディ裁判によって裁かれる。元来保守派イスラム教徒の住民が大半を占めていることからインドネシアの他の州に比べて厳しいイスラム法が実施されている。2009年にアチェ州議会でズイナーの罪に 医修地形を課す条例が可決された。通常の警察のほかシャリーア警察が存在し、不道徳行為を行っている人はいないかをパトロールしている。2015年以降シャリーアの対象がムスリム以外にも適用されるようになり、キリスト教徒が酒を販売したとして、無知打ちに処されたこともある。無知打ちは、モスクの外で公開されることが一般的であり、 さらに受刑者には、ヤジや罵倒が飛ぶこともある。このため、残酷であるとして、国際的な非難がある。インドネシア内でも、ジョコウィドド大統領が、アチェに公開を止めるように求めている。この流れを受けて2018年4月から、アチェの司法当局は、無知打ちは、刑務所内で実施し、公開しない方針を示した。ただし、 公開停止の実施がいつになるのかは決まっておらず、少なくとも2018年10月には、公の場で異性と密接に接触していたとして、カップルが公開の鞭打ちに処せられた。2018年12月にも、未成年者と、婚外交渉をした男に、公開鞭打ちが実行された。ただ、通常は、金曜の礼拝後のモースクで行われる公開鞭打ちは、 この時は競技場で開かれ、見物人はわずかだったという。2019年8月1日、屋外で異性と一緒にいたとして、仏教徒1名を含む男女11名に対する公開鞭打ち刑が実行された。公開の鞭打ちでは、見物人がカメラで受刑者を撮影したり、もっと強くと声が上がったりする。アチェ州の死と、県アチェ州を構成する。 地方行政区画は、以下の通り。便宜上、5つの地区に分けて列挙する。ダイアチェ県バンダーチェシサバンシシムル県、アチェシンキル県ピリケンピディジャヤ県ビルン県、バイトラマングランドモスク北アチェ県ロクスマウエ市東、アチェ県ランサシアチェタミアン県アチェジャヤ県。西アチェンナガンラヤ県南西アチェン南アチェ県、ベネルムリア県マイナス中アチェン ガヨルス県東南アチェ県スブルッサラムシインド用に面するアチェは東南アジアで最も早くイスラームを受容した地域である。15世紀末にマジャパヒト王国から独立したアチェ王国はスマトラの故障貿易を独占しオスマン帝国と結んでポルトガルの要塞となったマラッカをしばしば攻撃した。スルタンイスカンダルムダの時代に最盛期を迎えたが その後4人の女王が続いて衰え、アラブ系、ブギス系の王を擁立した。1824年にオランダとイギリスの間で結ばれたエーラン協約では、マラッカ海峡を挟む地域の両者の勢力権を確定することになったが、ここではアチェの独立を尊重することが決められていた。19世紀中頃、オランダが北スマトラの現在のメダン周辺のビリ地区に、 タバコのプランテーションを開いたが、北のアチェ王国と南のシアク王国が、この地域の小王国の総主権を主張していた。シアク王国は、1858年に、オランダの保護下に入ったが、アチェは、独立を保っていたので、両者の対立は、次第に深まっていった。1873年オランダ植民地政府は、アチェ王国に宣戦布告し、1874年、 ケラー将軍率いる軍隊が沿海部を制圧したが、内陸部では、アチェ軍のゲリラ的抵抗が続き、ケラー将軍を戦死させた。オランダの第二次遠征軍は、スルタンの王宮を占領することに成功したが、スルタンは脱出して、捕虜となるのを免れた。その後もアチェ軍のゲリラ的抵抗は、果てしなく続き、オランダは1880年アチェ戦争終結を宣言して、 占領地域の防衛に専念した。1883年イギリス戦がアチェ軍支配地域に漂着したため戦争が再開され、1904年になってようやく完全閉廷された。この戦争によるアチェ側の被害は戦死5万から10万、負傷100万以上と推定されている。オランダ側も総計1万以上の死者を出した。 1942年オランダ領東インド全域を占領した日本軍をアチェ側は当初解放軍として歓迎し日本軍も独立運動に着手した後の独立運動時に元日本軍がこの地でオランダ軍と戦闘になり死亡している1949年インドネシアがオランダから独立するとスカルの大統領の政府はアチェを 北スマトラ州に併合、アチェ人はこれを外国の占領とみなし抵抗した。このため、インドネシア共和国政府は1959年、アチェを特別州とし、高度な自治を認めたが、抵抗運動はなお続いた。アチェスマトラ国の国旗取り分け、アチェ実州が埋蔵する石油や天然ガスはインドネシア、共和国政府と契約した。 外国企業によって採掘が行われているため、これらの資源収入がインドネシア政府に吸い上げられ、アチェ側は地元に利益が還元されないことへの不満が強く、宗教的にもジャカルタ政府の世俗主義的政策は、保守的なムスリムであるアチェ人の反発を引き起こした。このためアチェの分離独立を要求する自由、アチェ運動が高しをした。 旧スファルト政権時代の1976年12月4日、自由アチェ運動がピディケンの山中でアチェスマトラ国の独立を宣言し、1979年にはスウェーデンに亡命政府を樹立している。政府軍が鎮圧作戦を展開し、民間人を含む1万5千人が犠牲になったと言われている。 メガワティ大統領の政府は2002年アチェ特別州をナングロアチェダルサラーム州と解消し、アチェの特別な地位を認めて自由アチェ運動と和平協定を成立させたが、2003年に協定は破れ、戒厳令を布告したインドネシア国軍との本格的戦闘に発展した。このような情勢の中で2004年末の 津波大被害が発生したため、インドネシア政府は一時的停戦を宣言したが、一部で戦闘はなお継続した。2004年末にアチェ自治州は最も深刻な地震、津波被害を受けた。この被害をきっかけに、フィンランドで和平交渉を開始した。自由アチェ運動は独立要求を取り下げ、武装解除にも応じ、インドネシア政府は、 軍の撤退とアチェ州での地方政党受立を認め、和平協定合意が実現。2005年8月15日、フィンランドのヘルシンキにおいて自由アチェ運動と、インドネシア政府との間で、和平協定である、ヘルシンキ和平合意に調印した。2006年8月15日、29年間にわたる、武力紛争の終結から1周年を迎えた。 州都バンダーチェでは祝賀集会が催された。一方で、自由アチェ運動と、その支持者には2006年7月に、インドネシア国会が採択したアチェ自治政府法への強い不満があり、バンダーチェのモスク前で、約1万人が参加して、抗議集会と、デモが行われた。自治政府法の下で2006年12月11日には、 州知事などの自治体主張の選挙が行われた。ありがとうございます。